はい、どうも、こんにちは。ゆるぼくチャンネル、まーでーす。今日はですね、語り系動画をまた上げさせてもらいたいと思います。でね、今日のテーマとしては、もう今ですね、もう皆様が被害に遭われているコロナウイルスですよね。あれについて、個人事業主の目線から勝手なことを言わせてもらいます。もうほんとコロナってね、新型でね、ほんと対策とか取れない状況だから、だからみんな困ってて、もう世界中で蔓延してて、もうほんと世界中、どんな人も今余裕だっていう人はいないんじゃないかな。特に日本なんかでもね、緊急事態宣言なんか出てるんでね、すごい大変なことになってるんですよ。大変なんですけど、もうですね、思う。今日は本当に言いたいことは、もうね、このね、マスクもそう。飽きたんすよ。もう飽きちゃった。もう超つまんねえ。つまんないとか言っちゃいけないの分かってますよ。ね、こんな非常識だなって思わないですけどね。本当に外出自粛もね、もう本当つまんないんですよ。だって飲食店もやってないし、ね、カラオケとかもやってないし、まあ、一体どこ行くのっていう話なんですよね。どこも行けないんで、結果外出自粛するしかないんですけど、でも、まあ、自粛するべきだと思います。自分がかかってね、自分だけの責任じゃなくてね、自分の家族とか、子供とかもそうですし、友達とか、誰かに移してしまったら、その人に危害を加えちゃうんで、絶対出ちゃいけないと思うんですよ。で、出るべきでもないし、やっぱりこうね、早く収束するのを待ってね、耐え忍ぶ、今はもう戦いの時だなって思います。まあ大人なんでね、それぐらいの常識はあります。あるんですけど、もうまあ、大人なんですけど、脳みそはね、子供なんですよね、僕。だからね、もう遊び行きたいし、超暇だし、超つまんないし、で、なんだったらね、仕事とかもね、個人事業でやってるんでね、誰も守ってくれないで仕事取らないと本当に、何にも収入ないんですよ。ないんでね、当然仕事が欲しいんですけど、今僕が仕事しちゃって、誰かに、こう、危害を加えるってことになったら、それこそその先がないんですよね。未来はもうないです。そうなっちゃうと。だから当然自粛するべきだし、営業停止にもするべきだとは思ってます。思ってるんですけど、やっぱりね、何ですかね。誰も補填してくれない生活するために、日々活動している。気をつけながらね。っていう形でやらせてもらってます。まあ、ほんとね、これ、きっつですよね。早く何ですか?国の政府の方のね、でもすごい大変だと思うんですけど、そちらでやってるね、補助制度とか、そういったのがしっかりしてくれればね、僕の方もそういう金融公庫さんだとか、そういうところにしっかり話をして、どうにか今を耐え忍ぶっていうね、方針を取りたいんですけど、まあ、それより何より、もうね、超つまんねえし、飽きちゃったし、もう、ね、なんですかね、やっちゃいけないって言われると、やりたくなるのが人間なのかなと思います。これね、絶対ね、みんなね、我慢してるだけでね、誰も言わないんですよ。言わないんですけど、絶対思ってるはず。だって、大人になってからって、我慢できるわけないんですよ。外に出ないなんて、そんなことを。でもね、我慢するしかないんです、今は。だからもう当たる場所がない。どうにもならない。で、もう最近趣味でやってる YouTube の撮影も今日なしになったし。ね、なんだったら、こう、3月からバーって入ってたイベントとかの予定も全部中止だし。まあ、厳しい。どっか当たりたい。イライラする。でも、どうしようもない。だったら、何すんの?愚痴ろうみたいなね。愚痴って、こうね、どうにか自分を保つって。まあ僕弱い人間でね、ちっちゃい世界できてるんで、本当にね、しょうもない動画になるんですけど、まあね、こういう状況だから仕方がないかなと思います。もうでもね、これ絶対みんな思ってると思う。絶対ストレス溜まってるし、もうイライラしてるとしても、でね、もうそういった時ね、ちょっとでもね、こう、愚痴ったりとかでもいいんすよ。まあ運動もしたいんですけど、まあ僕はフィットネストレーナーなんで運動したいんですけど、まあ運動もね、家でできる運動ってやっぱ限られてるんで、なかなかね、やっぱね、外出る開放感とは違うんですよね。だからね、まあ本当にもう今辛い時期ですよね。個人事業主としても辛いし、世界的に見ても辛いし、なんだったら今本当に有能な企業のトップレベルの人たちが若干心が折れかかってるっていう話なんかもちらほら聞きます。それぐらいね、有能な方でも先が見えない。で、僕なんか当然先なんか見えるわけないんですよ。いつもノリで生きてきちゃってるんで、あとノリと運ですね。運で生きてるんで、もう本当に、わかんないですよね。計画通り
とかっていう計画も立てれないし、この先どうなんのって言われたら全然わかんないし、どうするんですかね。皆さんどうですか？なんか楽しいことあります？僕は格闘技見るの好きなんでね、格闘技見に行きたいんですよね。でもね、ライジンとかね、その K1 とかもね、まあ、今はね、イベント自粛なんでね、で当然今やっちゃダメだと思うんで、全然ないと思うんですよ。ないからね、楽しみもない。じゃあどうすんの？家にこもって楽しいことなんて言ったらね、ゲーム DVD ぐらい。そんなもんですよ。だからね、もうほんとね、しょうもない、何言ってんのっていうような動画になりましたけど、もう今日はただ愚痴って僕はすっきりしたかったっていう話です。なので皆さんもちょっとストレス溜まったらもう何でもいいんで愚痴って、それで笑いましょう。笑ってたらね、ある程度ね、なんとかなるような気がしちゃうんでね、苦しい時でも笑ってられる人っていうのはもうよくね、強い人だなんて言われてるんでね、まあ僕は弱い人ですけど、できればですね、強くありたいので、まあ笑って過ごそうかなっていう、この状況でもそう思ってます。まあ、こんな動画でした。はい、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。みんなではみんなでは